ご視聴いただいている画面前のあなた、こんにちは。ベイカーズチャンネルの内橋です。本日はクリスマスイブですね。明日がクリスマス。楽しい時期ですよね。そんなクリスマスなんですけれども、やはりですね、夜の晩ご飯などにチキンだったりシチュー、こういったですね、食事を取られる方が結構多いと思います。そして、こういった食事にね、合わすものといったら、やはりパンですよね。そしてそのパンの中でも、シンプルなプチパンとか、あとはバゲットとか、そういうですね、ラインナップを準備したいっていうふうに思われる方、結構多いと思うんですね。ですが、いざですね、パン屋さんに買いに行った時に、結構売り切れてなかったりしませんか？やっぱりですね、普段よりもたくさんパン屋さんは作ってるとは思うんですけれども、需要がすごいのでね、どうしてもですね、早い時間だったり予約でね、なくなってしまう方が本当に多いです。そんな時に友達がですね、2時間ぐらいでね、サクッと家で作れたらいいのにっていうふうにね、言ったんですね。あ、2時間ぐらいだったら、まあ食事とか準備もあるし、作れるのかなっていうふうに思ったんですよね。ってことは、2時間で焼きたてのパンが食べれたら、より美味しいですね、ディナーを、そういったチキンとかシチューと食べられるわけじゃないですか。ってことはですね、もう特別な夜になりますよね。ってことはですね、じゃあ作ろうと。そのね、友達のこうですね、こう気持ちに応えるようなね、レシピをちょっとね、今日は作っていきたいと思います。作り方はですね、こねずに混ぜるだけ。そして焼き上がるまでですね、約2時間でできるですね、非常に簡単なパンになっておりますので、ぜひですね、トライしていただきたいと思います。ではですね、早速説明なども入れておりますので、一緒にですね、確認していただいてね、作っていきたいと思います。では始めましょう。強力粉、小麦粉ですね。それと砂糖と酵母。こちらがですね、インスタントドライイーストです。そして塩と人肌程度のぬるま湯。あとは混ぜるゴムベラとラップ。以上になります。あとはパンをですね、大きく生地にまとめた後、カットするときは包丁を使いますので、これプラス包丁があればパンを焼くことができます。ちなみにオーブンは必ず必要になっております。ではね、サクッと作っていきたいと思います。まずですね、この小麦粉の中に酵母と塩と砂糖を分けて入れてあげてください。やっぱりね、酵母っていうのは塩がですね、敵なんですよね。塩はですね、菌をね、殺してしまうので、こういった酵母にね、近づけてしまうと、その酵母菌をですね、殺してしまって、きれいに発酵しなくなってしまいますので、そこはですね、気をつけてください。そして、すべての食材を入れたら、サクッとかき混ぜてあげてください。で、なじましたところに、準備しておいたこのぬるま湯ですよね。さーっと入れていただいて、あとはこの中で生地がひとまとまりになるまでサクッと混ぜてもらえれば完成でございます。本日はですね、ゴムベラを使いながら混ぜてるんですけども、どうしてもね、こういうふうに柄が長いとですね、力が入らなくて混ぜにくいっていう人も結構います。そういった方は直でね、手で混ぜてもらってもグッドです。大体ですね、ひとまとまりになるまで1分ぐらいでできますので、非常にね、楽なレシピになっております。このようにですね、しっかりと粉っ気がなくなって、生地がひと塊になればグッドです。真ん中で生地をね、こういう風に整えてあげて、あとはこの上からラップをしていただいて、暖房のですね、効いた部屋、20度以上30度以下が好ましいですね。その部屋にこのままですね、生地を30分置いておきます。これで仕込みは以上となります。どうですか？ここまでかかった時間、計量入れても多分ね、5分ぐらいだと思います。めちゃくちゃ簡単でしょ。あとはですね、放置しておいて、これ以外のですね、作業をしてください。例えばですね、チキンを焼いたりとか、シチューとかをね、仕上げに入ったりとか、もうね、時間は非常に有効に使うことができます。パンっていうのは、要所要所ですね、作業をするっていうのがポイントです。やはりね、こねるとかなってしまうと、すごいですね、長い時間こねないといけないんですけれども、その必要がないんですよね。混ぜるだけだから。このレシピ、だから非常におすすめなんですね。ではですね、30分後へ移りたいと思います。さあ、これがね、30分後の生地なんですけれども、こんな感じね、少しね、デローンとした状態になってます。これで大丈夫です。ここからですね、今からお伝えしたパンチを行うんですけども、水を準備していただいて、生地をね、乾いた手で触ってしまうと、べちゃべちゃにひっついてね、大変なことになるので、水で濡らしてね、作業を進めます。皆さんはシンクの横とかでね、やってもらえると、わざわざこのボールをね、準備する必要がないので、おすすめです。軽くね、手を濡らしていただいて、生地をね、外から真ん中に、こういう風にね、畳んでいく。畳むことによって、生地を滑らかに、そしてね、ボリュームのある生地へと作っていきます。そしてひっくり返してあげて、このボールの側面を使って生地を少しこう張らせるように、力を加えるようにですね、生地をそこへそこへ入れ込んであげてください。そうするとですね、さっきはですね、デロンとしていた生地が、このようにですね、ぷっくりとコシがあって張りのある生地になります。こうなればグッドです。ではですね、再度、このままですね、ラップをして、この暖房の効いた部屋でですね、生地を休ませて発酵させていきたいと思います。同じように乾燥しないようにね、ラップはしっかりとかけてあげてくださいね。こんな感じで完成です。はい、ということでね、あれからまた30分経ちました。ですので、生地を混ぜて30分休ませてパンチ。そして30分休ませて、今でトータル1時間ですよね。そしてこれがですね、こんな状態になっておればグッドでございます。生地のね、大きさが、初め混ぜた時よりも倍くらいまでね、膨れて大きくなっていれば問題ありませんし、グッドでございます。ではですね、今から生地をここに出してね、分割をしていきたいと思います。その際に使うのはですね、包丁。絶対ね、ご自宅にあると思うので、これで大丈夫です。専門的にね、パンを作られている方は、こういったですね、カードなどがあると非常にやりやすいので、こちらを使っていただいても問題ありません。では早速ですね、分割をしていきたいんですけど、直接ね、生地を触ってしまうと、生地がね、手にひっついてべちゃべちゃになってしまいます。ですので、軽くですね、小麦粉、強力粉ですね、振っていただいて、この作業台にもですね、軽く振っていただきます。そして、ここにですね、手を使いながら優しく生地を出してあげてください。で、この時に生地をべちゃって触っちゃうとね、生地がせっかく膨れたのがね、しぼんでしまってね、台無しになってしまうので、優しくがポイントです。そしてこのように出ると、下はですね、しっかりと粉があるので、触っても手にひっつかないんですけれども、ここをね、触ってしまうと、べちゃってしてるのでね、すごく手にひっついてね、作業がしにくくなります。ですので、このままですね、真ん中をですね、巻き込むように、生地をくるんと、このように張らしてあげてください。そうすると、中のですね、この濡れてるウェットの部分が中に入ってて、サイドはですね、しっかりとこの作業粉ですね、先ほど振った小麦粉でコーティングされているので、生地を触っても手にひっつかないです。こうするとね、作業も非常に効率的に進みますし、巻き込むことによってね、生地に力がつくんですね。で、生地に力がつくと、最終的に綺麗に上に膨れます。ここがですね、ポイントになっております。そして、このように、長方形に伸ばしていただいて、上からですね、軽く生地を押さえて、形を整えてあげます。この状態ですね。棒状ですね。なんか金の金塊みたいな感じです。こうなっていればグッドです。そして上からこういったカードや、あとはこの包丁で、お好きなサイズにカットしていただく。本日は6等分にしたいので、まず真ん中で大体の印をつけて、そっから3等分。そっから3等分ですね。こんな感じで大丈夫です。ですが、厳密にグラムをね、合わせたい方は、切って、その後ですね、量りなどを乗っけてね、微調整をしていただけますと良いと思います。では、もう左からですね、順に上からストンと、ギーコーするんじゃなくて、ストンとですね、切ってあげてください。ギーコーすると生地がね、傷んでしまいます。なるべくスパンと、ストンと切ってあげた方が、生地にね、負担がかからないので、美味しいし、しかもね、見栄えもいいパンに仕上がります。上から、ストンと落とす。同じように落とす。これだけでね、本当にね、美味しいパンできるんでね、皆さん本当一回作ってください。そしてね、ぜひね、この聖なる夜にね、こういったパンはいかがですか。そして、あとはもう鉄板に乗っけるだけです。このように切ったところが横に倒れていきますので、こう切った断面が出るようにしてですね、生地を乗っけてあげてください。で、サイドは、端っこを下にして乗っけてもらう。はい。こんな感じで大丈夫です。非常にさっくりとできましたよね。どうですか？非常に簡単でしょう。ではですね、早速最終発酵に入っていきます。このままね、生地を置いておくと、ここがね、乾燥してカサカサになるので、ラップをかけてね、生地が乾燥しないようにするんですけど、直接ラップをかけると、ラップがですね、生地にひっついてしまって、べちゃべちゃになってしまいます。ですので、ここにですね、オリーブオイルを塗ってラップをかぶせます。そうすることによって、生地にラップもつかないし、オリーブオイルのね、ほのかにこう、いい香りっていうのがですね、パンにつくので、一石二鳥っていう感じですね。ではですね、最終発酵に移っていきたいと思います。オリーブオイルはね、本当にもうサッとで大丈夫です。上をですね、コーティングするイメージですね。あんまりね、ベタベタになりすぎると、しつこいパンになってしまってね、あんまりこう、パンのですね、こう、独特のこう、香りっていうのがですね、オリーブオイルに負けてしまうので、サッとで大丈夫です。あとはですね、上に軽くラップをかけてあげて、生地をですね、約20分休ませます。20分後にね、焼いていきますので、大体ですね、ご自宅のオーブンの余熱っていうのがですね、時間かかります。ですので、10分ぐらい置いて、10分タイマーかけて、10分経ったらオーブンの余熱を開始してあげてください。そして、温まったら、大体ちょうどそれでね、20分ぐらいになると思うので、オーブンに入れてパンを焼いていきたいと思います。というわけでね、こんな感じで仕上がっております。もう間もなくですね、焼きに入るんですけれども、こんな簡単にできるって魅力的じゃないですか。これとチキン、そしてビーフシチュー、合うに決まってますよね。どうですか、今年のクリスマス、ご自宅で作ってみませんか。ということでね、今からオーブンをね、温めて焼いていきたいと思います。ではですね、オーブンが温まりましたので、早速焼いていきたいと思います。パンにね、かぶせてるラップはね、優しく取ってあげてくださいね。無理やりバッて引っ張っちゃうと、どうしてもですね、生地が傷んでしまう可能性があるので、優しく優しく。生地にはね、優しさとね、愛を込めてね、扱ってあげる。これがですね、マストです。本当に大切ですよ。優しくね。そしてこんな感じに膨れておりますね。生地が膨れて、こう少しですね、緩んでいる感じになってます。こうなってれば OK です。位置をしっかりと確認したい方はですね、手を濡らしていただいて生地を触っていただく。そして生地を触ったところがそのままくぼんでですね、くぼんだまま生地が戻らなければグッドです。ですが少し反発するようであれば、もう少しね、生地を休ませた方が良いと思います。そして仕上げなんですけど、このまま焼いていただいてもいいんですけれども、軽くね、塩を振ってもらえると味のアクセントになり、味もね、グッと締まるのでね、美味しいと思いますよ。そちらはお好みで。ではね、焼いていきます。いい感じに焼けたんでね、早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、抜群。いやー、それにしてもシンプルパンって美味しいですよね。この小麦のね、焼けた香ばしさ、そしてあと本日はですね、上にですね、オリーブオイルと塩を振ってますので、オリーブオイルがですね、ほのかに香りながら塩が入ることによってキュッと味が締まるんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。ぜひチキンとかシチューとかとね、合わせて食べていただきたいと思います。ですがこれ単体でもですね、非常にポテンシャルは高いので、朝のパンにもおすすめできます。そしてね、このパンなんですけれども、シンプルな配合にはしておりますが、ソフトすぎず、そしてハードすぎず、ちょうどですね、中間を狙っております。ですので中、クラムはですね、非常にしっとりともちっとしながら、この表面ですね、クラストはパリッと香ばしさがあります。ここもですね、食べやすい、非常にですね、日本人向け、日本人の方がですね、多分好きだろうなと思うようなセミハードタイプのですね、プレーンのプチパンになっております。このね、断面はね、見ていただきたいんですけれども、このね、もちもちの断面わかるかな。最高なんですよね。で、ここが薄くてね、パリッとして最高に美味しいですよ。おすすめです。というわけで本日はですね、パン難民の皆様へ向けたですね、簡単なプチパンを紹介させていただきました。このクリスマス、皆様是非自家製パン作ってみてはいかがでしょうか。パン屋さんに行ってもパンなかったなっていう方は、この機会がですね、最大のチャンスではないでしょうか。ぜひぜひトライしてください。自家製パン、そして焼きたてのパン、最高ですよ。ではまた次の動画でお会いできますことを楽しみにしております。お体ご自愛くださいね。じゃあね、また会いましょう。バイバイ。